戦技協議会とは自衛隊による各種戦技に応じた協議会である。多摩数に限りがあるため射撃検定上位の選抜隊員のみ参加が原則ではあるが、部隊長の裁量により所属隊員全てが強制参加となる部隊が多い。春季から夏季にかけて数ヶ月の連成期間があり、規定の重しと小銃を背負い5から6キロメートルの タイムを計測し部隊ごとの平均を競う。原則所属隊員全員参加。積雪管冷地の陶器は、スキー競技会が実施され、廃能に規定の重しを入れる他に小銃を背負いタイムを競う。重剣道と都市格闘がある。訓練隊員がメインとなる。通信競技会が方面規模を主催として、通信部隊を中心に行われ、 各し通信機材等を活用し正確な通信伝送を目的に行われるほか、市団規模では野外水事協議会が行われることも多い。野外水班などは実際に調理を行う。航空自衛隊では航空総隊のもとで毎年実施される。航空機による騒音が長時間続くため、基地周辺の自治体にはあらかじめ通知が出される。 舞台マークの特別塗装を施した F-15J 全国の戦闘機飛行隊を一堂に集め模擬戦闘を行う。主に小松基地、ニュータバル基地及び訓練区域で開催され戦闘機パイロットとしての任務遂行に必要な技術を競う。主に参加する飛行隊は予備機を含む航空機3機と同競技会に参加経験のないパイロット5名。 整備員で構成され、第一編隊第二編隊と分かれて、飛行共同軍との模擬戦闘を行い、ガンカメラなどで判定を行う。ただ撃墜判定を出せばいいわけでなく、両機との連携や、戦術の能力も要求される。この競技会に参加する戦闘機の多くには、ノーズアートなどの飛行隊独自の塗装が施され、航空ファンの注目を集める事柄でもある。航空級難弾の 全救難隊が、指揮所活動、部隊整備活動、捜索救助活動の三部門で競う。航空救難団の全ヘリコプター空輸隊が、指揮所活動競技、整備競技、飛行競技の三部門で競う。全校舎軍が参加する。実車などは行わずコンピュータシミュレーション戦闘によって競う。基地業務軍では、以下の競技会を実施している。陸空とは違い。 大規模な戦議協議会は行われていない。ありがとうございます。